者。兄さん。聴者。兄さん。ごめん。ごめんなさい。生きていた。二人とも。生きて会えた。こんなに嬉しいことがあるか。会えたのね、やっと。ジル。父上、やりましたよ。このディオン、サンブレクの闇を打ち果たしました。父上。クライブ、マザークリスタルが。ああ、ひとまず脱出だ。待って、兄さん。彼には恩がある。分かった。殿下指揮の下で独自に展開しており、こちらが統制できる状況にございません。ディオンにここまでするとは。とにかく総力を挙げて新皇宮の召喚に取り掛かれ。都市部は後回しだ。もたもたするな、急げ。直ちに。殿下。ディオン、貴様、血迷ったか。すぐに青龍騎士団を止めろ。ご安心を。民には手を出さぬよう伝えてあります。お助けに参りました、父上。助け。今ザンブレクは闇にまみれております。その根源こそ逆賊アナベラに他なりません。こんな時に何を言っている。父上、おいたわしや
あなたは闇に蝕まれ、ご自分を見失っておられる。思い出してください、父上。あなたはとても心の優しい異性者だった。それがなぜこうも民をないがしろにするようになったのか、なぜ新たな火種をまこうとしているのか。御賢人の皆々も心当たりがあるだろう。全てはこの女が我がザンブレクに現れてから。だが広がった闇もこの人形を失えば全て消えよう。何を。ディオ、陛下に刃を向けるとは何事か。カモン、捕らえろ。父上、かつてあなたはこうおっしゃられた。人が死ぬなら埋めばよいと、建屋が燃えれば建てればよいと。なれば全ての人々が死に絶え、全ての建屋が焼き尽くされた、その時、国は、指導者は、神は一体どうなるのでしょうか。今や多くのマザークリスタルが失われた。黒の一帯は広がり続け、人々は混乱している。この国難こそ我々が民を守らねば。それが他国に戦を仕掛け、バリスゼア全土を手中に収めようなどと。あなたは皆が築き上げてきた愛するものを全て灰にせよとおっしゃるのか。ディオン、お前はそれを。私が灰にしろと言ってるんだ。みんな行けばすぐに肩がつくじゃないか。バハムートになってさ、ほら、バリスセアを手に入れてよ、兄上。くれると思ってた。本当はもう少し早くこうなってるはずだったけど。まさか貴様が。お前は本当に我慢強いね。でもこれでようやく壊れてくれそうだ。ミュートスが近くまで来てる。さっさと暴れて奴に駆られておいでよ。ねえ、バハムート。父殺しのディオン。うわあ！話は後だ。ここは危険です、母上。さあ、お早く。
それをつなぐ思念、思念は自我と自我を絡め、非我の境界を曖昧にする。なれば再び個として存立せよ。その思念の鎖を断ち切る。人よ、あるべき姿に戻るがよい。断りの名をもって創生に至る原初の鎖を。楽にしろ、国王陛下。久しぶりに抱いてみるか。前にしたのはいつだったかしら。もしお望みでしたら。いつもながら従順なことだ。人は驚くほど脆い。いくら力を得ようが、さまつな感情に振り回されて自戒する。簡単にな。だから思念なぞという鎖を生み出し、その脆さを補おうとする。弱きが故の下策でございましょう。火の粉が開口したことで、一時のことなれど無休の力を解放した。間もなくミュトスは我の器として完成しよう。では創生も間もなく。そのためには何時らの言う信頼、敬意を、慈愛、ミュトスにまとわりつく人の思念を排除し、この手に取り戻さねばならん。原初の鎖によって人は無となり、ミュトスへの思念は絶たれる。だがもう一つ、ミュトス自身の発する思念が新たな鎖を生み出さんとも限らん。思念は紡がれる。そうなる前に全てを断ち切る。形なきものを切れとはまた異なことをおっしゃる。何時の斬鉄剣は何のためにある、オーディン。我とミュトスは一つとなり、まことあるべき世界を創生する。ミュトスも人として進化させてはならん。全ては御身のために。
カ様。ジョシアは？帰ってから気を失ったままだ。ジョシアの胸には大きな傷がある。肉腫のような。そこを中心にかなり石化も進んでいるとタルヤが言っていた。いろいろありすぎたわ。少し頭の整理をしましょうか。そうだな。この空の下で何が起きているんだ。各地の状況はどうなってる？この空になってからあちこちが混乱してる。協力者たちからいくつか知らせが届いているが、正確な状況までは把握できてない。ガブたちは？自由都市カンベルにはストラスを飛ばした。返事を待ってるところだ。あそこにはミドとロズフィールド卿もいる。3人とも無事だといいがな。そうか、こんな時に限って。クライブ、弟さんの容体も心配だろうが。すまない、大丈夫だ。今は俺たちでやれることをやろう。ああ、こんな時だ。打てる手は打っておかなくちゃな。これまで寄せられた知らせはビビアンに伝えてある。それと語り部に過去の事例を洗ってもらってる。二人から話を聞いて現状だけでも把握しておいてくれ。分かった。やあクライブ、いろいろと大変だったようじゃないか。自治領党のことは聞いた。まさかバハムートに破壊されるとは。そうか、お前はクリスタル自治領の出身だったな。祖国に愛着はないが、こんな気持ちになるのは初めてだ。いささか面食らってるよ。ビビアン、何を湿っぽくなっている。今やるべきは状況の整理。そのためにここへ来たのだろう。ああ、そうだ。では講義を始めよう。この先の世界を見据えるために。この薄気味悪い空になってからというもの、各地で異常事態が発生している。これまでも君たちが破壊したマザークリスタルの周辺ではエーテルの量が減少。町の井戸や火事場などに置かれる大型のクリスタルは使用することができなくなっていた。そこに加えてこの空の下では小型のクリスタルすら使えない地域が出ている。世界の終わりだとわめき散らす人々の姿が目に見えるようだよ。だがそれだけで済まないのがこの世の常。こうしている間にも至る所でエーテルだまりが発生、アカシアが続々と出現している。
魔法がまともに使えない中で化け物どもがあふれかえるのだ。この状況ではどの国も立ち行かない。俗領ロザリア、鉄王国は行政が機能しておらず、ザンブレクは国家中枢が壊滅、ダルメキアはドレイクファング消失による混乱から祭りごとを担う評議員たちが遁走、もはや瓦解間近との噂もあるようだ。さらにウォールード王国が機関アインヘリアルを動かしたとの一報も入ってきている。今の世界を一言で表すなら混沌さ。人が長い時間をかけゆっくりと築き上げてきたもの、それがただただ壊れゆこうとしているのだから。混沌。わずかな間に寄せられた知らせを軽く整理しただけでこのありさまさ。国や軍の動きに支障が出ている以上、各地の集落は自衛を迫られる。最悪の場合を想定しておくべきか。それともう一つ、機関を出してきたウォールード王国も気にかかる。ただこちらは手がかりが少ない。何か進展があれば伝えよう。助かったよ、ビビアン。クライブ、よく来てくれた。ハルポクラテス、この空について何か分かったことはあるか。アルテマを災いと見立て調べ直していたところ、思わぬところでその痕跡を見つけたよ。空の文明に触れた伝承の中にな。太古の昔、人が神に戦いを挑んで敗れ、空の文明は崩壊した。伝承によれば、その時にも神の御業によって空が闇に染まったとある。この空もアルテマの仕業だとしたら、同様の災禍を引き起こしたアルテマも神ということになろうな。神か。神という観点からいくつかの宗教を探ったものの、ここにある書物ではかすりもしなかった。他の歴史学者モースの筆録でもあれば何かつかめようが、あれもまた所在がつかめない代物でな。アルテマに関して調べられるのは残念ながらここまでのようだ。すまんな、クライブ。いや、何者かわからないよりはよっぽどいい。神と言われてかえって覚悟が固まったよ。ありがとう、ハルポクラテス。クライブ、大変だ。どうした？何か動きがあったのか？ああ、悪い方にな。協力者たちから救援要請が来た。マーサの宿はアカシアの大群に襲われ、ノースリーチには見たことがない魔物が現れたらしい。それにダリミル宿場が野党に襲撃されたみたいだわ。どこも混乱しているな。石の剣の連中は各地の調査に派遣しちまって、こっちも人手不足だ。クライブ、ジル、お前たちで救援に向かってもらえるか。マーサ、イサベル、ルボル、それぞれに話を聞いて対処に当たってくれ。分かった、そうしよう。支度をしたらすぐに出発しましょう。おお、クライブ、あんたが来てくれたのか。そっちは？ちゃんとした紹介がまだだったな。ジリよ、よろしく。クライブと行動を共にしているわ。ルボルだ、世話になるぜ。野党に襲撃されたと聞いたけど。ああ、金品や食料をごっそり持ってかれた。奴らの根城は？うちの連中を使って探らせてる。しばらくすりゃ分かるとは思うが、ちょいと面倒なことになっちまった。なんだと？もう一度言ってみろ。また始まったか。野党への対処をめぐって町を二分する大騒ぎさ。このままだと野党どもを撃ったところで住民同士が本格的に衝突しちまう。
さすがのルジェナ・ダリミルも今度ばかりはお手上げでね。なんとかならないかしら。ひとまず住民の話を聞いてみるか。ええ、そうしましょう。すまないな、二人とも。解決の糸口でもあればいいんだが。お前の店は被害が少ないからそう悠長にしてられるんだろう。直ちに傭兵団を差し向け奴らを撃つべきだ。あなたの店は怪我人を出してないから強気に出られてるだけでしょ。傭兵団を雇うのにいくらかかるか分かってるの？それにもし撃ち損じたらどんな報復を受けるか。野党たちには食料を渡してなんとか穏便にことを進めるべきよ。そうやって尻込みしている間に奴らに好き勝手されるんだぞ。まあ待て、双方の言い分は分かるが、何にせよすぐには動けん。少し頭を冷やすとしよう。あれはビクトル。シド、それにジル、ご無沙汰じゃないか。ビクトル、こんなところで何をしてる？最近コストニチェ難民街も何かと物騒になってな。万一のために茨の接吻で物を仕入れようとしたんだが、ご覧のありさまでそれどころじゃないらしい。ルボルの坊主もお手上げでね。武器の値引きを条件に奴らの仲裁役を引き受けたというわけだ。今の人たちは？ああ、対立してる2派の頭目たちさ。俺が仲裁に入ってからもずっとあんな感じだよ。ただでさえダルメキアの国中が乱れてる時にこの気持ち悪い空だ。みんな不安になるのはわかるんだが。町の状況は分かった。一旦ルボルと相談しよう。ビクトル、お前も頼む。分かった。